こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響きです。バラエティ豊かな感じで組んでみました。お品書きいきましょう、はい、ダークナイト、ダークナイト、ダークナイト、まあムービー、ちょっとこれいいムービーです。カエルちゃん、カエルちゃん、ディズニー、ディズニー、ディズニームービー、革命家、車、チェケバラスか違うんちゃうんや、はい、ということですので、ちょっとなかなか、あ、グレートランドっぽくねえじゃんっていうような、ただぽくないわけでもなくて実はぽいんだけどねっていうようなラインナップとなっておりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いってみましょう。1着目、はい、ダークナイト、まあ、ジョーカーなんか、はい、続編があのすっごい賛否分かれてるやつなんからしいですねなんかなかなか話題にはなってますけど、この前やったやつの続編ですか。分かんないそこまで分かんない。あの悲しい男のしっかりめにちゃんとジョーカーの反省をみたいな描いたやつの続編でしょ多分今回。続編なんすかね、ちょっとその内容まですごい賛否分かれて見てないんですけどね。あのダンスなんかインド映画方式、いやあの一応引用されてた画像は、うんうんうん、ジョーカーが踊ってる、うん、ジョーカーのあれで踊ってるやつのシーンを切り取られてなんかいろいろこう言われてましたけど、やっぱりでもまあジョーカーではヒースですな、なくなってますけど、まあまあまあ、そらそうですね、はい、ことで、まあ、まず1着目、まあ、2、3とも続きますけども、サイズが L です。バットマンタグ、はい、はい、1着目こちらでございます。まあ最近ほんと見ないよね。2着目ホワイソーシリアスでタグ飛んでますけど L?L くらいっすね。L っすね、うん、なんだろう、ジョーカーの中でもあまり顔面がね表に出てない実は T シャツなんです、ね、ブルーベースで、そうそうそう、ちょっとバンティーっぽいよね。うん、まあそうっすね、これ、はい、まあ書いてますけど、ザ・ダークナイトって、うん、これなかったらあんまりジョーカー知らない人やったら 何のやつなんやろうってなると思うんで、そのくらいのテイストなんで、これはこれでおすすめです、はい、おすすめです。お次、結構 Y2K っぽい、まあ Y2K なんですけどね、 Y2K っぽいデザインの、ジョーカー、ホワイソーシリアスです。なんかこれはこれですごく人気があるみたいで、うんうんうん、はい、それこそカンタ、あ、はい、一回何かの動画の時にジョーカー何枚か販売してどれが一番好きって言ったらこれって言ってたんですね、うん、ということですので、これ非常に人気です。はいはい、お願いします。まあ一旦ダークナイト3着いきました、はい、ジョーカーですね。で一応スペシャルです、はい、殺し屋1、あ、これがムービーです。浅野忠信です、です、フルーツ、はい、まああのフルーツヘビー、フルーツヘビー以外はんっていう印象なんですけど、どうですか。うちはまあでもそうですね、フルーツヘビーしかやらないっていう、出してない、はいはい、大きめ L です。まあ1はね、2001年、見た、見てない、切り抜きみたいに見たことある。うん、いや僕あの漫画だけちょっと読んだんですけど、ちょっと気持ち悪いなと思って見てないですね。なんかそうっすよね、グロい系、あんまりバイオレンス映画はね僕得意じゃないからね、うんうんうん、いや心優しき持ち主なんで、ん、優しい心の持ち主なんで、間違えてるっすよ、なんかほんと俺ダメなのよ、うん、なんかムービー続けていい、はい、こっち系は俺全然いけんねん、エイリアンとかは、ああの非現実的やから、お腹からボーン出てきても何も思わんねんけど、結構ね、俺アウトレイジとかもダメやねん、うわっって言ったみたいな、まあそっか、うん、まあそっか、じゃあ牛島くんとかもダメですか。あ、比較的ダメですね、僕ダメなんすね、ダメ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 、なんか暗いやん、いやなんかこう、ドアのところに指突っ込ませてバーンってやって踊ったりとか、全然全然無理です。あ、無理ダメ、もうそういう暴力、知らなかった、暴力良くない、はい、一応いい T シャツですよ、一応、はい、次すごくおすすめ、エイリアン、はい、コピーライトが1986年ですわ、で94年と、フルーツですかこれ、どこですかボディ、フルーツです、フルーツか、見てますか、いい、86年だから僕の生まれ年なわけですね。あ、社長好きっすよね、シガニウィーバー、はいはいはい、はい、改めて見たいんですけど、サブスクにあんのかな、どこなんだろう、
一切おすすめでこの辺上がってこないですけど、ね、僕あネットフリックスネットフリックスああ響きの属性的にはい全然もっともうほっこり系ばっかり出てくるんですけどすっげえいい T シャツですよ。まあフルーツだけど丈も長すぎないボックスシルエットで非常におすすめです。かっこいいっすよね、うん、色がでまあ名作映画フォレスト・ガンプのパロディのカーミット・ザ・フロッグ・イズ・フォレスト・グリーンとちゃんとね、うん、コルテッツ履いてこれは非常に人気が高くおしゃれ T です。うんまあまあそうですね、うん、カーミットの T シャツの中でもまあカーミットっぽくないというか、うん、振り向きカーミットで、うんうんうん、結構絵のタッチも次に比べてデフォルメされてますので、はいはい、これはこれですごくいい T シャツ、はい、チェンジーズの L L かはい、はい、お次チェンジーズの XL のいいフェードの効いた、カルバンクラインフェードいいっすねすごくいい色が本当にこれをね言い続けた結果この T シャツを褒め続けた結果お客様から僕と響がカルバンクラインのパンツをプレゼントしていただけるっていういやまさかのミラクルが起きましたけど、はい、カルバンクラインはずっと履いてますということは何かを褒め続ければ何かもらえるんかなあ BMW で褒め続けていますかあポルシェポルシェポルシェないっすもんだって、うん、T シャツもらっても困るわはい、はい、まああの、うん、サイズ雰囲気でこれ比較的 L が多いんですよ。うんうん、っていう中でチェンジーズって本当なぜか L が多くて、うん、XL ってなってくると一気に身幅も広くなってね、うん、かなりいいサイズ感で緩くカラーティーのフェードを楽しんでください、うん、あとまあそのカラーティーを楽しむ上でこのモノクロっぽいプリントっていうのが、うん、あの馴染んでていいんじゃないですか。グリーンとグレーで、ね、この辺がね本来もっとプリントががっつり入るんですけど、うん、だいぶぼやけてるのがすごくいいですね。はいお願いいたします。次3着は響きに任せようと思います。どうぞ青パンミッキーです。素晴らしい T シャツですね。まあ残るんかな残ったら買おうかなって感じ。残ったら買いますねこれ僕、はい、白ミッキーリンクプリント、はい、しかもディズニータグ、はい、タグはもう何でもいいもう何でもいいっていうか皆さんご存知通りミッキーの座ってるやつはちょっと珍しいんですよ、うん、その中でもホワイトっていうのは僕が見る限りあんまりないんですよね、うん、でしかもない中でこの身幅っていうのは僕はちょっとこれ以外見たことがないので正直ちょっとつけてもいいのかなってくらい、まあ、これはそのプライス的な意味ではなくて、うんうん、その流通数とか探しにくさでとかサイズ感とか、うん、まあ青パンとか含めてスペシャルと言ってもいいんじゃないかなって。このサイズないっすよ本当でも、うん、マジでねもっと縦長でね身幅がねだから55とかに対して着丈75とかが一般的な大きいサイズになるので絶対60あるもんなこれ、うん、この肩幅は見ればないっすね。スリバーのグッドサイズ探すよりこっち探す方が難しいと思います、うん、はいお願いします。お次はいあこのいくつかこれもねパターンがあるんですけど、うん、例えばこれとグーフィーで言うと、はい、グーフィーの方が確かに有名ではあります。そのデザイン的にはブラックピンクが来たからですか。来たからでもなんかこのタイプのテイストって別にキャラが何とかじゃなくてある程度色味とかで選ぶのが僕は正解なのかなと思ってて、グーフィーとか青ですしねパンツが、うんうん、で赤だしだからこの感じがしっくりくれば全然買っといてくださいって感じなんですけど、はい、まあこれとかに比べたらまだ玉はありますけどその分ちょっと値段も多分買いやすい感じで出せるとは思ってるんで、まあ、まずはこの辺からっていう感じですね。シングルシングルやしボディもいい感じやし、はい、さらっと着てください。よろしくお願いします。ミッキー最後です。あーこれねお日々スウェット着てるっけ。僕はそうですねスウェットもリンクプリントなん。スウェットもリンクなんですけど、うん、ちょっとミッキーがちっちゃくてこれもちっちゃいんですよ。わかるかな。ちょっとね厳密にはちょっとちゃうんすけど赤の方がプリント大きい大きいし、うん、目もちょっと違うんですよね。で目、ほんまやちょっとちゃうんすよ。こっちが特殊でもちょっとちっちゃい。この赤の方は、うん、デザインまあリンクやからいいっていうのもそうなんですけど、うん、どっちかっていうと色が落ちてく感じを楽しんでいただきたくてこの耳のとことか後ろのここのとこが黒が塗ってあるプリント入ってるんですけど、はい、ここがねちょっとねぼやぼやっとね赤が出てくるんですよ。伝わるかな。出てる。そうこの感じがどんどん着込んでってもらうとなんか赤も退色していくしプリント自体の変化もあるんで、まあ、そういうのが結構いいなと思って、まあ、僕はスウェット着てますけど、まあ、これ半袖なんでこっちの方が着やすいんじゃないかな。50万の T シャツより厚く語りましたね。まあ、ねやっぱねミッキーのねこのお座りミッキーは本当ね僕好きなんですよだからこれとかもなんかかかってるのは知ってて、まあ、欲しいなとは思ってましたけどこの辺僕が先買っちゃうと販売出せないんで、まあね、そうだからまあ
多少高かったとしても1回出せばまあ20万とか使うの。いや20はやりすぎやけど、でも本当ないと思うからまあそこそこ、うん、これもね言ってもあんまないですよ、はい、やっぱり赤も、うん、お次マクレーニンです。革命家です。かっこいいマクレーニン前あーへーまあのこのいいっすね、このパロディ自体はね、はい、レーニンの、はい、結構有名で T シャツでもごくごくそんな珍しいわけじゃないんですけど、このバックプリントのやれ感とね、かっこいいですね。ザ・パーティーズ・オーバー、はい、タンタケボックスで、うん、いい T シャツですよ。やれ感も含めてお値段も比較的全然国内相場ぐらいで、うん、いやよりちょい安かなで出せるので、ぜひともご検討ください。お願いします。いいよねこれ。これ別に白 T と重ねて黒パンでいいんすよ。うん、それでかっこよくなります。はい、なります。お次最後 BMW も BMW タグのラージサイズでコンディションなかなか良きです。うん、いいと思います。はい、あれです、僕なんかよくマクセル着てるじゃないですか、うんうんうん、例えばこれとマクセルってなった時に、うんまあ、正直マクセルの方が欲しい方多いと思う、うん、ただ、うんうん、僕の中ではもうどっちもほぼ一緒なんですよ。要はホワイトに対してロゴがポンくらいの感じで、だからあれってオレンジっぽい赤のあれじゃないですか、うんはい、だからそこのロゴ色違いじゃんみたいなことそくらいのノリやと思ってる。だからあれは赤だけどこっち青だから、はい、そういう部分でなんかこの辺って数あるといろんな空張りがあると比較的、例えば最近社長がやってるじゃあ時計の色とサングラス合わせるとか、うん、そういうノリでこう色合わせで使えるんで、まあお値段もお求めやすいので、本当にこうスタイリングの幅を広げるって意味でいくとすごくいい T シャツなんじゃないかなと思います、うんはい、ということで本日も12着ご紹介させていただきました。本日夕方夜6時から店頭にてご試着及びご購入が可能。夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。グランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバイ。